どうも、キスケです。本日はですね、こちら京都レイド、こんな見方は嫌だという動画を撮っていこうかなと思います。はい、まあ嫌だと言っても、まあこれ完全個人的な問題になってくるので、まあ聞き流す程度に見てもらう方は見てもらったらいいと思うし、まあ共感してくれる方は共感してくれたらいいし、で一応ね、今回の動画、その、まあ、こんな京都レイドの見方は嫌やけど、逆にこうしたら良くなるんじゃないかっていう、まあ、京都とかレイドのやり方を結構丁寧に、解説はしてるので、まあ、その、ちょっと自分が味方に迷惑かけてないかなとか、あ、地雷になってないかなとか、ちょっと不安な方は、まあ、最後までお付き合いいただけると、わりかし共闘がスムーズにできるようになるんじゃないかなと思います。まあもちろんね、いやいや、そんな知ったこっちゃないと、自分は地雷で OK やっていう方は全然もちろんそのままでいいと思います。うん、人それぞれですということで、とりあえずまとめてきました。まずこちらご覧ください。はい、レイドと共闘、地味にね違うんですよね。まずレイド、ライジングラッシュを合わせない、まあ、2人一遍に打ってくれないっていうことですね。でレジェンダリーフィニッシュを決めたがる、まあ、これはね困るっていうか、なんかめんどくさいなって思う、うん、個人的にね、で次、ライジングラッシュで選ぶアーツを把握してない、うん、でそもそもラグイで京都、ライジングラッシュを合わせない、一緒ですね、まあ、違うところがこれだけ、カバチェーンをしない。まあこれも人によるかなと思うんやけど、個人的にレイドに関しては相手の体力が少ないし、もうガンガン攻撃してった方が早く済むんで、まあ、別にカバチェンはそこまでいらんかなと思うので、まあ共闘だけにつけました。はい、どうでしょうかねこれ。まあここに当てはまってる人はわりかし味方からと思われてるかもしれないんで、まあ一緒に直していきましょうカウンセリングみたいな。はい、ということで、まずライジングラッシュを合わせない、こちら見ていきましょう。はい、ライジングラッシュを合わせない、まあライジングラッシュはその共闘のアップデートが入ったことによって味方のドラゴンボールの数が分かるようになったんですよね。でこの状況、味方がドラゴンボール5つで、僕はライジングラッシュが溜まってますよと。この状態でライジングラッシュ打ってしまうと、当たり前ですけど自分だけで突っ込むことになりますよね。2人で打てないと。だからまあ味方のドラゴンボールが溜まるのを待って、まあ後打ちでも先打ちでもどっちでもいいんですけど、まあ合わせようとする、それが結構大事かなと思います。はい、じゃあまず2人で合わせて打つとどんなメリットがあるのかっていうと、まず1人で打つ時より威力上がります。で時間短縮で、このね威力が上がるっていうのが、その単純に2倍とかじゃなくて結構膨れ上がってるんですよね。例えば1人で打つとライジングラッシュ700万出ましたと。ただ2人で打つと、合わせて一緒に打つと1800万出ましたと。これ単純に2倍じゃないですよね。2倍だと1400万になるんで、まあ、400万ぐらい上乗せされると。まあこれはあれですよ、計算したわけじゃないですよ。ただ、まあ、それぐらいは威力が上がってるっていうことなんで、2人で合わせて打つ方が、まあ、試合も早く終わるし、ダメージも上がるし、いいことしかないんで、これはね、ぜひとも、まあ、合わせようとするだけいいんじゃないかなって、個人的には思います。うん。ただ、俺は一匹狼だと、一人でなんとかするぞっていう方は、どうぞ。一人で打っちゃってください。はい。じゃあお次、こちら。はい。レジェンダリーフィニッシュ決めたがりに関しても、まあ、一概に絶対ダメだっていうことではなくて、例えば敵のシールドが回復しちゃうよと、けど体力は少ない、こういう時はもうリミテッドレジェンダリーフィニッシュ決めちゃっていいんじゃないかなって個人的には思います。うん、ただ敵のシールドが全然余裕あると回復するまで、けど体力が少ない、別に所持アーツだけで落とせるレジェンダリーフィニッシュ決める必要がないっていう時にレジェンダリーフィニッシュ狙っちゃうと、まあ味方からするとえってなる人もいる個人的な意見やからね。うん、
僕は少なくともなるかな。で、例えば上の場合、これだと、この、これぐらいになっちゃうと、あと1アーツ入るか入らないかぐらいでしょ。だから結局体力削りきれなくて、シールドが回復して、余計に時間がかかっちゃうっていう状態だと、もうレジェンダリーフィニッシュ決めてサクッと、シールドを回復する前に、落としきっちゃった方が、まあ試合展開的には早いんで、まあこういうタイミングだと全然いいと思うんやけど、こっちがね、意外と多いんですよね。シールドめちゃくちゃ余裕あるし、あと、まあ射撃打撃2枚ぐらい当てれば勝てるっていう状況で、わざわざレジェンダリーフィニッシュを狙いに行く。まあストーリーなりイベントなり一人で決めちゃってくださいっていう感じではあるんやけど、まあこういう感じかな。一概にダメだとは言わない。こういう場合だと全然 OK やし、こういう場合だとまあやめてほしいかなっていうお願いですお願いです。ただいや俺は一匹狼なんだと、レジェンダリーフィニッシュバンバン決めたるでっていう人はどうぞ決めちゃってください。ということでお次はこちら。はい、ライジングラッシュで選ぶアーツを把握してない。これ結構ね多いんじゃないかなと思ってて、まあ知らないことはできないと思うんですよね、当たり前やけど。で、新規勢とか、復帰勢とか多分3周年でいっぱい入ってきたと思うんで、まあこの辺がちょっとよく分かってない人が多いんじゃないかなと思うんやけど、まず先打ち、ライジングラッシュ2人で合わせるとき、まあ先打ち後打ちって絶対発生するんやけど、先打ちの場合、手札が4択になります。打撃射撃必殺特殊、この4択になります、確実に。で、後打ちの場合、手札がランダムになります。まあランダムって言っても、ライジングラッシュ打つ前の手札がまあ継承されたりであったりとか、まあ次に引っ張ってくるアーツであったりとか、まあそういう感じになってくるんやけど、まあランダムですよね、ランダム。だから打撃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 になる可能性もあるし、なんなら打撃射撃打撃射撃とか、なんなら上の打撃射撃必殺特殊になる場合もあるので、まあこの辺をちょっと把握しておかないと、どのアーツを選んだらいいのかっていうのが分からなくなってくるのかなって思います。じゃあ何を選んだらいいのか。はい、まず先打ちの場合、手札が4択の場合ですね、選ぶアーツはもう必殺アーツ1択、これ以外はないです。はい、で後打ちは必殺アーツ以外、まあこれ結構簡単にまとめてるんで、これだけ覚えてれば多分いいと思います。うん、後打ちの人は必殺アーツを選ばない、これを守ってれば多分被ることはあまりないと思います。うん、知ってるもん同士でやるとね。で、なんて言ったらいいんやろな、ライジングラッシュって2人同時に打った時のデメリットが1個あって、読まれたら結構きついっていうところなんですよね。2人ともドラゴンボール全部破棄して一遍に殴っていくんで、読まれるのが一番ダメなんですよ、ライジングラッシュ2人同時に打った時ってね。だからこういうことを知っておくと、ライジングラッシュを読まれることがなくなるよね。これだと先打ちは必殺一択でしょ、で後打ちは必殺以外でしょ。例えばね、天文学的数字で必殺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 になった時、これはもうしゃあないこれはもうしょうがない。だから先打ちは必殺アーツ選ぶわけやん、ライジングラッシュ読まれたくないから。ただ後打ちの方が必殺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 になっちゃうと、いくらライジングラッシュのその選ぶアーツを把握していたとしても、まあ、読まれちゃうんで、その場合は結構厳しいことになるけど、そんなことはまあめったにないんですよ、めったにないので、基本的に必殺以外のアーツを選んでこっちが必殺アーツを打てば、読まれることは 100% ない、 100% ないです。はい、という感じかな。まあめちゃくちゃに簡単に説明するとね。ただまあこの後打ちにもちょっといろいろあって説明するところが、まあこれはね完全に覚えなくていいんやけど、まあどっちかというとこれがもう知ってるよっていう方に向けた説明になるんやけど、こちら。はい、後打ちを細かく解説と、後打ち側の手札で味方も自分も殴っていくんですよね、ライジングラッシュって。なので、順番があります、順番が。まず一番左側に来るアーツが、
相方が殴っていく圧で自分、相方、自分っていうこう交互に攻撃していくんですよね。これも順番決まってます、確実に。はい。だから味方キャラと自キャラのタイプで突を把握して、どちらがどの圧を使うか把握すれば、威力もライジングラッシュの威力上がりますし、完璧だと思います。まあ、これは別にやらなくていいですこういう仕様だよっていうのを、まあ、一応、まあ、知りたい方は知っといてもらえたらなっていう感じかな。例えばね、例えば、分かりやすい説明で言うと、阪神崩壊ザマスと3周年で追加された射撃タイプのベジットブルーで、ザマスの方は打撃タイプでしょ、でベジットブルーの方は射撃タイプでしょ。だから打撃で殴った方がザマスは火力出るし、射撃で殴った方がベジットブルーは火力出るんですよ。でこれを把握してると、例えば射撃打撃射撃打撃になったとするでしょ、で味方がザマス、味方がザマスで、例えばこの辺からポンって抜いちゃうと、射撃がザマス、打撃がベジットブルー、射撃打撃射撃打撃で打撃ってなっちゃうんで、あ、まああんま意味ないかそれはこの説明が悪かったですね。はい。まあまあそういうこともあるっていうことですよ。だから味方のタイプ、まあ、自分のタイプで突であったりとかね、例えば手札に必殺技がありますと、で自分のキャラクターはゴジータ4で2突で、味方のキャラクターはゴジータ4で貫突、どっちで必殺技打った方が火力出るかっていうのは目に見えて貫突の方だと思うんやけど、だから例えばこの辺に必殺圧がありましたよと、でこっからアーツを選んじゃうと、貫突ゴジータ4でこのアーツで自分のゴジータ4で、必殺圧を打っちゃうわけですよね。じゃあこういう時どうすればいいかっていうと、ここを抜いてあげて味方自分味方にしてあげるっていうやり方も、まあ、あるんやけど、いいです、覚えなくて。こういうこともあるよっていうことです。はい。ただもちろんね、うん、俺は後打ちだろうが何だろうが必殺圧を選ぶんだぞと、どうぞ選んでください、個人差なんでね俺は一匹狼なんだという方は全然大丈夫です。はい。ただまあこういうこともあるよっていうことですね。はい。じゃあお次、そもそもラグイ、まあ、これはやめてもらうしかないですね。うん、ラグをやめてください、お家でプレイしてくださいそれだけですね。これはもうアドバイスしようがない。いい Wi-Fi のルーター紹介しようかなと思ったけど、それはそれでめんどくさいんで、はい、これはまあ気をつけていただくしかないですね。でカパチェンしない、レイド、まあこれ冒頭で言ったんやけど、レイドの場合は敵の体力が少ないと、だから別にしなくても僕個人的には気にならないです。だからまあ別にしてもいいんじゃないっていうこと、うん、しない理由は特にないかなっていう感じかな。で共闘過去長級に関してはしてくださいこれね結構びっくりしたんやけど、その僕長級結構回ってるんですよね。その長級の報酬のなんか金の枠のメダルあるでしょ、あれをまあ集めたくて毎日3回長級は回してるんやけど、意外とカバチェンしない人が多い。ほんまに上級でってなるんやけど、意外としないんですよね。ただそれってやっぱ知らないからだと思うんですよ。で知らないことはできないと、思うので、まあしてくださいしてください。カバチェンしてデメリットになることって、まあ、ほぼないんで、ほぼ。だからまあ積極的にしていったらいいんじゃないかなと思います。で味方のアイコンの上にびっくりマークが生じされれば、味方のアイコンをタップしたらカバチェンになるんで、うん、特に難しいこともないんでね。はい。っていう感じかな。以上です。ではまとめ、はい、ライジングラッシュは一緒に打とう、一緒に仲良く打とう。でリミテッドレジェンダリーフィニッシュは、まあ、なるべくやめよう、うん、なるべくね。で次、ライジングラッシュで選ぶアーツを考えよう、うん、考えようって言っても先手は必殺圧、後手は必殺以外、結構単純なんでね。はい。でカバチェンしよう、しようみんなカバチェンは。はい。で最後、お家でプレイしよう、うん、ラグはちょっ
としんどいやってて苦痛です。うん、だからラグ、まあ当たり前の話だけど、外で共闘をプレイしちゃうとラグくなっちゃうよ、どうしても。うん、それかまあ Wi-Fi あるところで、まあ外にしてもね、 Wi-Fi あるところでプレイするとか、例えば最悪なのが電車の中でプレイするとかさ、最悪よね多分地下鉄が一番最悪やろうね。うん、まあだから、まあ、共闘なんでね、相手のことも考えてプレイすれば、まあ、不快に思われることはないのかなっていう感じはしました。はい、ということで以上です。うん、わりかしね、わかりやすくまとまってるんじゃないかなとは思うんですけど、まあもちろん、ゲームなんて自分が楽しめる方法でやるとか一番だと思うんで、うん、全然聞かなくてもいいです。ただまあこういう考え方もあるよっていうことで、覚えておきたい人は覚えておいていただければなと思います。ということで、よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。生放送ミルダムの方でやってるんで、概要欄のリンクからフォローお願いします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。